花房一丁、花房一丁、花房一丁、上元年、1652年京宝9年1月13日、1724年2月7日は、日本の江戸時代中期、元禄期の画家、芸人。本生は、藤原、高菓子、忌みな安尾、安勝、後に信か、自和君寿。名は、伊三郎、自衛門、助の信、助の信。 もしくは、スケノ城、スケノ城。低発後に、多賀町子こと名乗るようになった。配合は、行運、京運動、関梁。なお、花房一丁、ガゴを、北総王に改めたのは、晩年になってからであるが、本校では、一丁で統一する。なお、ガゴは他に、緑見の大きな、水佐、王、隣木コリアン、臨床案、牛マロ、カズミネ、 旧僧道、狩り、林人氏、六相関雲などがある。女王元年、1652年、田賀白安の子として、京都で生まれる。父、白安は、伊勢亀山藩の地藩を抱えの国元の医師であったが、一朝が15歳の頃、伊節では8歳の頃、藩主の石川のりきに付き従っての江戸詰めが決まり、一家で江戸へ転居する。 絵描きの才能を認められた一丁は、藩主の命令で、かの安信に入門したものの、後に破門されたと言われる。多賀町子という名で、仮の破風の町絵師として活躍する一方、行運の号で徘徊に親しみ、廃人、宝井企画、松尾芭蕉と交友を持つようになる。書道は、源流文化に学ぶ。なお、江戸中に知られるようになり、町人から旗元、旗本、諸大名、 豪商まで、広く、信仰を持つようになる。版画の作品はないが、肉質うきよいに近い風俗画に優れた作品を、残している。また、吉原遊郭通いを好み、客として楽しむ一方で、自ら奉還としても活動していた。その話術、芸風は、豪商や大大名すらも、ついつい財布を緩め、パッと散在してしまうような、見事に愉快な芸であったと伝わっている。 元六六年、千六百九十三年、罪を得て入牢する。理由は不明で、二ヶ月後に釈放される。元六十一年、千六百九十八年、今度は、書類やアーレミの例に対する違反、口述により、見分けしまえる罪となった。入る中の罪人には、親族から年数度の仕送り、物品が許されていたが、一朝は、制限ある仕送りに、 毎度のように画材を要求。江戸の自分を悲喜にしてくれる人々や島で自分に便宜を図ってくれるたちのため、さらには江戸に残した家族、母の家系のために絵を描き続けた。乏しい画材を駆使しての創作活動であったが、江戸の風俗を生き生きと描いたり、島民の求めに応じて描いたりした多数の演芸などが残されている。一丁はいつも 江戸の方角へ机を向け、創作活動をしていたと伝わり、そこから北総沖七画号が生まれた。この時期の風俗画は、推定も含め、四季日町図鑑、吉原風俗図鑑、布更島伊豆、松風村鮫図の四点確認されている。画材こそ良質とは言えないが、江戸を忍び、我が身を顧り見て、心情を託して描かれた作品群は、 一朝の代表作の一部として知られる。この時期に描かれた作品を特に、島一朝と呼ぶ。島一朝は、一朝を支援した、御用選手の梅田東江門がいた新島には十六点が伝わり、三倉島にも、絵馬や、小傷図が残る。一方、三宅島には、七福神図人ののみ。これは、火山噴火や火災で失われたほか、江戸での島一朝人気を受けて、島を訪れた。 富山の売薬業商人が買いあさり、持ち出されたためである。島では、絵を売った収入で居宅を購入して、家持ちる人となって商いも営み、島役人ともうまく付き合い、る人としては、ゆとりのある暮らしをしていた。世話をしてくれていたの主の娘との間に、こうなしている、口述。また、入る中の元六十五年、千七百二年に、追筆、朝清水記を記す。 宝永6年、1709年、将軍、徳川綱吉の死去による、将軍大河ありの退社によって許され、12年ぶりに江戸へ帰る。この頃から花房一丁と名乗り、深川のよろしぐもで裏に住まい、姿勢の風俗を描く人気絵師として、数々の大作を手掛けた。また、吉原での芸人活動も続けていたらしく、豪商の奈良や重左衛門や木国や文左衛門などの、 こういうの話が伝わる。江戸に帰った一丁が、島流し以前に自身が描いた、四季絵を見せられて、喜び懐かしんで描いた一文が、浮世絵類降に収録されている。この道、岩様多兵衛、菱川諸信などによる、が世が学ぶところにあらずといえども、若かりしじやだし、あだろうの夜辺べにまよひしぐれ朝が減りの、まわゆ、きもいとはざるころほひ。 岩佐・菱川が上に頼ん思い手は、自らもそういう浮世絵のような風俗画を描いたと、十回しており、この文からは、岩佐・菱川両者の作品群に対する一丁の意識を、感じられる。教法九年、1724年、死去。教年七十三、改名は、永住院一丁尾子古寺。東京都港区高輪二丁目の小教寺健常院に、墓所があり、 大正13年、1924年2月には、東京府知事によって史跡に指定された。時世の歌は、紛らはずきよの号の彩りもありとて、月の薄墨の空。入る以前の画風は、当時すでに形式化しつつあった、仮の葉を学びながらも浮世絵に惹かれ、古典の軽妙なパロディや徘徊趣味を加味することで、 浮世絵の家である岩佐又兵衛や菱川諸信を超えるし都市風俗画を目指した。また、水面や障子に映る影を描く作品例は朝朝日ひくまずといった新しい表現にも挑戦している。島流し時代は、島民の求めに応じて天神、菅原道真や七福神の絵を描き、生活の糧としていた。江戸復帰以後は、 大作を含む多くの作品を残し、姿勢の風俗や生活を取り入れた、良い意味での俗っぽさ、超えしらしさがある、と言われる。一丁には、諸信の作品に習ったことを明記した作品がある。成平根藩図がそれで、石川諸信図赤北層、大一丁がきと落観している。有原の成平の死を、釈迦の涅槃に見立てたもので、北枕の成平を、 嘆き悲しむ老若の女性や、鶴や鹿といった鳥獣が取り囲む、という開逆味の強い作品である。諸信の父は、カズサコックの商員のために、縫ハ白の大ネハンズを制作し、自身にも、無情獣夢物語、無観、観光年未章の挿絵に、ネハンズがあることから、諸信は何度か、ネハンズを描く機会があったと想像出る。しかし、諸信の作品には、 解逆性の強いものや、見たては皆無に等しく、成平ねハンズのような作品を残したとは考えがたい。一朝は、諸信の成平ねハンズを見て、この図を制作したのではなく、諸信の信用式ではあるが、状態の釈迦ねハンズを見たのであって、成平に転化させたのは一朝自身ではないかと、想像される。浮世絵に、 徘徊的見立てによる作品が成功するのが、聖徳頃からであること、そして、一朝の廃趣味の強さがそれを裏付ける。場所や企画との交友関係、つまりは、一朝自身を含む、当時の芸術サロン的な人々、文化人や趣味人、講演者らとの交流は前述した通りである。加えて、湿芸家や金属工芸作から、当時の江戸を代表するような芸術家、 工芸家らとの交流もあった。出芸家、小川ハリツ、東京伊勢国出身などが有名で、ハリツも一丁に支持している。また、遊びを通して、豪商や、旗本、大名ら、身分の違う人々との交流もあった。英派、英流一丁流友ともと呼ばれる彼の画業の弟子には、沢木隆の、英一水。代表作に、百海図鑑とその弟子たちや、一八、 一船らがいる。一船は弟子であったが、後に一丁の養子となり、英家、英龍二代目となった。英龍絵師の高笠谷が、花房一丁の肖像画を描いている、東京国立博物館像。島流し時代に功を成したが、斜面後には、江戸に連れ帰りがを学ばせた。長八の部活と呼ばれた長男は後に、花房一丁二代を名乗るものの、その後、一丁と不和になった。 次男の百末の部もまた父にがを学び、英人かなかなと名乗り、後年、久留米藩に仕えたとされている。その他、福王流農学士、旧世福王、森まも一朝の弟子であり、ただし後にと左派を慕ったという、福王行きの加護で知られ、脳や狂言の絵を数多く描いた。当時幕府は、元禄文化の過剰な華やかさ、つまりは、風紀の乱れ、 特に武士や大名らの好期を粛清しようと試みていた感がある。元禄6年1693年には大名及び旗本が吉原遊郭に出入りし遊ぶことを禁じている。島流しに至る経緯については以下のようないくつか説がある。正式な罪状として採用されたのは釣り材であるらしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。